でもなんかそれが恒常的に続いていると、で今も続いていると。さすがに穏やかな坂口さんもこれは黙ってられないという、そんな感じですよね。そうですね、やっぱりあの私のところもまあ、ポスター貼るのってね、やっぱり大変じゃないですか。で、まあ、私自身も本当にゼロから、自分自身で、まあ、1000枚以上のポスターを自分自身で貼りましたし、で、まあ、一旦その2021年に落選して、でほとんどの、ね、ポスター実は剥がしたんですよ。もうこれも自分の手で剥がしたんですが、今またポスターを貼る際に、まあ、自分だけじゃなくてボランティアの方々もね本当に手伝ってくださっていて、で、まあ、そういう方々の気持ちを思えば、やっぱり貼ったばかりのポスターがなくなって他のポスターに変わってるということを、なんていうのかな、やっぱりそこにはしっかり対応していかないと、まあ、そういう方々に対しても申し訳ないなという思いはありますね。いや、前回2021年は同じ立憲民主党で、はい、やらせてもらって、はい、まあ、アドバイスもいろいろいただいて、いえ当時立憲民主党所属でしたけど消費税廃止という上りでやってらっしゃいましたよね。はい、当時はですね、走る坂口消費税ゼロという、まあ、廃止まではいかなかったんですが、ゼロと廃止同じじゃないですか。ゼロ税率にするとね、そういうポスターでやってました。で、実はまあこれはさすがに勝手にやるわけにもいかないと思ったので、枝野さんに対しても何度か消費税はもう最低でも減税にしましょうと、できればゼロにしましょうということを何度かいろんな会で申し上げていって、でその中でもう消費税ゼロというふうに打ち出してもいいですかということをですね、直接伺ったところ、まあ立憲としてそのようにまだ決まってないけれども坂口さんの政策として訴えるのであればいいですよと、まあ、そこは大変懐の深い対応していただいたので、だったらということで、もう本当に走る坂口消費税ゼロと大きく書いたポスターで戦いました。前回私は消費税減税には組みしないという立場でやってましたから、はい、それはおそらく今日の放送まで私はそういう考え方だと今ご覧になっている方がいらっしゃるとしたらそう思ってるはずなんですね。で、まあ、当然人側挟んで、まあ、市民連合との政策協定をやったから5% っていうのを前回21年の選挙ではやりましたね。で、まあ、私はそれを見てじゃあ渋々そっちを訴えると、なるほど、市民連合に乗って、はい、で私は消費税は必要だと、はいはいはい、安定財源として必要だっていう当初の旧立憲民主党からの、はい、まあ、主な考え方の、まあ、メインストリームだったと思うんですけども、はい、そっちに完全に準拠した形でやると。で、基礎側だったら消費税、まあ、今廃止って記憶してたんですけどゼロだったんですね、うん、なので、まあ、相当違うねということをツイッターなんかで、まあ、当時少しずつ私がツイッターでこう発信し始めたこと、はいはい、同じ立憲なのに、はい、で、まあ、今その消費税について、今その令和新選組さんで活動されていて、はい、坂口さんの考えとは一番消費税に関しては一番こうマッチした主張がしやすい状況という形なんですかね。そうですね、ちょっと河内先輩のことに少し触れながらお話をするとですね、まあ、本当に河内さんは民主党内野党というか、うん、もう本当に私からすると反逆のカリスマのような、反逆のカリスマというとなんか雅人みたいですけどね、競馬の、ただ本当にずっと筋を通されて本当に自分にとって不利なことであっても信念を持ってやってこられたという姿、本当に尊敬しております。で、私はですね、実は2012年の
まあ、社会保障と税の一体改革ということで、まあ、当時の与党の民主党が消費税について、どうすべきか議論をしている中では、実は消費税増税はやむなしという考えだったんです。で、まあ、これは考えというよりもですね、やはり財務省の説明だとか、まあ、さまざまな当時私が得ることができた情報から判断すると、まあ、これはもう本当に消費税増税なんて言いたくはないけれども、でも未来にとっては必要なことなんだと、まあ、そういう思いで、やむなくというか泣く泣くというか、まあ、消費税は上げることは、まあ、受け入れるしかないと思ってました。ただ実際のところこれ社会保障に使われてないんですよね。むしろその法人税の減税に使われてると、当時私が信じていたことと実態が全然違うじゃないかという中で、まあ、当時の幹部の方々が今の立憲民主党の中心にもなっていらっしゃるんだと思うんですが、やはり走る坂口消費税ゼロと掲げてると、やっぱりなんかすごく後ろからいろんなものが飛んでくるような、ちょっと見てました、はい、見てましたよ、いろいろ飛んでくるのは、はい、同じ党にいたのでそんな思いがしていたんですが、まあ、落選をして、まあ、どうしようかなと思っていた時に、まあ、令和新選組から声をかけていただいて、で、まあ、この消費税廃止であったり、まあ、平和外交であったり、まあ、原発ゼロという、まあ、なかなか立憲民主党の中では言いにくかったというか、まあ、言ってましたけどね、まあ、そういうことを、まあ、正面から訴えることができるという意味では居心地が、まあ、居心地がいいというか、まあ、自分らしさを発揮しやすい政党だとは思うんですが、ただ私は立憲民主党にいたから分かるんですが、今申し上げたような政策、いやその通りだと思ってらっしゃる方も立憲の中には実はすごく多くて、そういう意味ではね、響き合うものというのは本当にあるんだなということは、強く感じているところです。まあ、消費税についてなぜかアンタッチャブルな雰囲気がありますよね。アンタッチャブルというより消費税、今ね、さっき藤原さんがおっしゃったように安定財源としてね必要なのだという、考えの方も結構いらっしゃるわけですよね。だけどじゃあその安定財源が何に使われているのか、税金というのは何に使われているのかということが一番大事なのであって、だって税金って強制的に取り上げるわけですから、払わないやつは脱税で犯罪になっちゃうわけですから、そうすると強制的に取り上げられたお金が何に使われるのかと、消費税は社会保障に使うと言ってたけども嘘じゃん、結局全部特定の人々の懐に入ってんじゃんと、それは違うでしょうということを考えるとですね、その消費税のことについて触れてはならないアンタッチャブルだというふうに考えている人たちは安定財源としてどうしても必要なんだということをこう主張している人たちの中に多くて、実は立憲民主党の中にも、いや消費税は5% に減税すべきだとか、あるいはゼロにすべきだとか、あるいは停止すべきだという考え方の人は結構いるんですよね。で、党内の会議ではそういうことが議論されているというふうに私は思っています。前回お隣なので何回も言いますけども、坂口さんが相当、まあ、コアな立憲民主党の支援しているとされる方々から矢が飛んできているのは、私はビュンビュン飛んでるのを見てたんですね。で、まあ、当時私はさっき言ったような考え方だったと。で、例えば今回川内博士来たると、まあ、やると当然消費税のことで
なんで川内を呼ぶんだというのが当然来るわけです、はい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 、でさらにこういうふうに坂口さんが場外乱闘入ってくるとなおさらこう多分これ終わったらフォロワー100人ぐらい減ってるかなで新しいフォロワーが200人ぐらい増えるのかなって、まあ、そんな印象すらある。で私の中ではやっぱり消費税なぜか立憲民主党の中では話しにくい、アンタッチャブルっていうのは言い過ぎだったかもしれないですけども、やっぱり触れにくかったのは確かですね、はい、でまあ今日この迎賓館一宮店さんは令和さんのポスター貼ってるぐらい で、はい、でマスターも消費税のこと一番このカウンターに座ってよくホットケーキ焼いてもらってる時に消費税の話ばっかりですね。私があれと思ったのって何かが降ってきたわけでもなくて、あるいは何か大層な本を読んでのことじゃなくて、私弁護士なんですけど本業、まあ貧困の支援っていうのをやってるんですね、ライフワークとして。その時にこの物価高の中での消費税っていうのを結構おっしゃる当事者の方が多かったんですね、はい、まあ、税率は変わってない、だけれども 10% のまま変わってない、100円のものが物価高で200円に上がったら10円だった税金が20円だと、これ増税と同じじゃないですかと。だから 増税していないのにこの物価高の中での消費税っていうのがものすごく残酷なことになっていると、まあ、そこをですね、それをすごくよく言われるんでね、それもあってよしここでと、まあ、我謝ってりって言ったらちょっと言い過ぎなんですけども、はいはい、ちょうど川内浩さんも復活したことですし、じゃあここでちょっと考えが変わったということを言おうと思っての今日の実は。なるほど。だからバナーも1989年から2024まで、うん、はい、まあ、あれ消費税の歴史なんですね。なるほど、はい、デザイナーの先生のアイデアですよ、私じゃないんですけども、はい、まあ、そういったこともあってそのまあ消費税触れがたいっていうのはちょっと一歩踏み越えなければいけないなと、はい、まあ、消費税の、まあ、24兆円ぐらいですね、 10% で 10%、はい、5% で12兆円、はい、内部留保530兆円ですね。そうです。そっちの課税で十分っていうのは財源の問題としても、はい、十分その論理的に成り立つこと、いやもう全然問題ないです、うん、はい、っていうのもあってちょっと今日はそういう機会を、で今日8時までなんですけどちょっと休憩挟ませてもらって、はいはいはい、よろしいですか、はい、じゃあ、5分、はい、5分休憩を入れさせていただきます、はいはい、坂口さんもどうもありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、貴重な機会。
よろしいでしょうか。今あの消費税について、はい、熱くですね、はい、語っていただきまして、まあ、皆さんこれをあのご覧になっている方もなるほどというようなことで、心に届いたかなと思っております。もう時間もですね、押してまいりました。質問をちょっとあのいろいろと用意はしたんですけれども、ちょっと割愛させていただく部分をちょっとさせていただいて、よくあの野党がこう大きな塊にならなきゃいけない、はい、これはあのね、あの立憲の泉代表もあの言ってますよね、うん、大きな塊、じゃあ野党ってどこまでが野党なのかって、よくこれあの藤原さんも活動されてる時よく聞かれますよね。でこのちょうどこの愛知10区は、自民党の現職さんと、維新の現職さん、はい、それと藤原さんの今三つどもえの、 あの戦いになろうとしてるんですけれども、この日本維新の会、これも単刀直入にお伺いいたしますけれども、野党ですかね。私に、はい、あ、野党じゃないと思います、はいはい、だって維新の代表の方があの第二自民党だって自分でおっしゃったじゃないですか、はいはい、だから自民党なんですよ、だから野党じゃないというのはもうはっきりしているというふうに私は思いますけどね、はい、藤原さんは。いや当然です。だからあの国会内で共闘という言葉を使いましたよね、はい、あの共闘って言葉を汚すなという言葉を、うん、ツイッターで言ったぐらいなんですよ、はい、そもそも根本的な考え方が違うと、うん、いうこともあって私は野党だとは全く考えていないんですね。それが私の答えです。野党ではないと。ということは、川内さん藤原さんのお話をまとめると、維新というのはもう川内さんが、まあ、担当直入に、うん、あの明言されましたけど、第二自民党だとね、馬場代表が確か、あの別に藤原さんや川内博士が言ってるわけじゃなくて、もう維新の代表の方が第二自民党、自分たちは第二自民党なんだともう断言されてるわけですから、あのそれはその心は何かというと、政治というのは大方針が大事なんですよね。さっきから繰り返してますけど、で自民党とか維新とかは企業中心なんです、うん、そしてこの場合の企業というのは大企業中心なんです。あのだからあの政治改革でもあの企業団体献金はやめられませんと、パーティーもやめられませんというふうにおっしゃるわけですよね。自分たちは大企業を中心とした政治をするんだという方針のグループが自民党とか維新であると。で他方で私たちは個人個人人々基本的人権とか人々の基本的な生活というところに軸足を置くんですと、これはもう政治の大方針が違っているのでですね、あの共闘するとはできないですよね、はい、そもそも、まあ、土台がもう違うから、はい、あの組みようがないということですよね、はい、まあこの今あの川内さんからその、まあ、大企業、要は企業型の政党だということですけれども、はい、まあどうしてもこれまた避けられないテーマなんですけれども、まあ、今一番巷でこう上がっている話題は政治資金パーティー、うん、これね、あの立憲の中でも、まあ、ちょっとこれはあの誰とは言いませんけれども、あの追及してる自民党さんを追及してる間に、実は開催しようとしてる方実はいらっしゃいましたよね。この近くにいるじゃないですか。この近くに確かいたかと思うんですけれども、これについて川内さん率直な感想どうです？いや、あの僕ね、この近くで党幹部をされてらっしゃるね、この地域でね党幹部をされてらっしゃる、先生ね、あのすごくあの真面目な先生だし尊敬してるんですよ。でその方がね代議士会で、おっしゃったのは、このパーティー禁止法案を党として決定するにあたって、その前提としては、
法律が成立したらばあのパーティーは開催しないと、与野党を通じてそうなると。で、成立するまでの間はパーティーをやってよいというのが前提だったのだと。だから自分としてはやると、あの人一度言ったことにこだわるじゃないですか。だからその自分が決めたことにこだわっちゃってもうパーティーを開催しなければならないみたいに思ってたみたいですねその状況とかで空気読まずにね、あのいやもう一度言った限りはね、これは開催しなければならないとこう思ってみてしまったみたいで、本当に申し訳なかったというふうに、あのらしいなというふうに思ったんですけど、でも私はね思うんですよ、やっぱりそういう法律を作るなら自分たちもやらないということをね、はっきりと、あのやっぱり武士は食わねど高い王子じゃないですけど、そういうその痩せ我慢とかあのこう這いつくばってるとか、もう何でもやるんだという姿勢に国民は共感して、あの共にじゃあ行動しようかというふうに思ってくれるのであってですね、ちょっと対応がですね、まずかったなというふうには思いますね。あ、痩せ我慢って言ったらもう川内さんの代名詞ぐらいの目におっしゃいましたけど、はい、私はとにかく分かりやすいっていうのが大事だと思っているので、だからあの共闘に関しても水面下っていうのをなくしたんですね、はいはい、もう全部水面の上でやると、もうどんな批判を浴びても水面の上でやると、もう大人の事情はなしと、だから分かりやすさを追求した政治のスタイルっていうのを考えているので、まあ禁止を唱えながらやるっていうのは分かりにくいの典型だったと思うんですよ、はい、なので私でも愛知10区の中であのパーティーのことを批判直接されたのって1回だけなんですよ、はいはい、朝駅頭であんたらもタガが緩んできたねって通勤客の方に言われた1回だけなんですけども、ただその1回の声っていうのは結構その有権者の皆さんをしらけさせた声の象徴だったように私は感じているんですね。まあ川内さんも分かりやすい政治ですね、痩せ我慢と、はい、まあパーティーに関しては私も同じ考えですね。まあちょうど愛知県連ですかのパーティー云々の時も藤原さんは凱旋の時に反対だと、何言ってんだということをおっしゃいましたよね。あの1月17日はいはいはい、立憲民主党の愛知県連さん、はいはいはい、私役職停止中出禁を出禁中なんですと、出禁ってことあえて3つけますけど1月17日に立憲民主党愛知県連がパーティーやって、ちゃんと私もノルマはちゃんと売りさばいて、ノルマ以上のおかわりもして、でまあパーティーでまた暴言吐いて出来になったんですけど、ちょうどパーティーの問題が先鋭化してた時だったんで、はいはい、で県連代表の挨拶で、はい、自民党の挨拶あのパーティーとは違うと、異次元のパーティーだって代表が言われて、普通のパーティーだろうとか言って言っちゃったんですけど、まあ、実際普通のパーティーだったんですねだからやっぱりそのパーティー禁止をあの時もすでにそういう流れになってたので、やっぱそこは中止すべきだったと思いますし、代表にも中止していただきたかったですし、まあのこのこ参加して物議醸すスピーチを私もしちゃったので、まあ人のこと言えないんですけども、ただもし禁止を唱えるあるいは唱えようとしているっていうのであれば、自らまず辞めるっていうのは社会人として当然だったと思った。そうですね、そうですね、はい、そもそもリクルート事件なんかにね端を発して政治改革大事だねという議論があった時に、企業団体献金はもう廃止するとなくそうということで政党助成金を導入されたわけですから、その時の約束というものをですね、やっぱり政界全体として国民に対して約束したわけですから、しっかりと果たすということを今回の裏金、事件裏金問題を契機としてですね、しっかりやるべきであったというふうに思うし、野党第一党としてはですね、そこだけをやっぱりもう絶対に守るべき一線としてですね、
主張すべきだったのではないかなということは私も思いますね。はい、このおそらく政治資金パーティー、おそらくまだまだ叩けば何か埃が出てきそうな予感もいたします。これはあいつさんのことですけれど、あいつさんのことですけれども、まあそういう最中でも7月の某日に総理候補と呼ばれる方がですね、もう実際にパーティー やろうじゃないか、囲む会をやろうじゃないかと、何を囲むのかよく分かりませんけれどもね、まあ、そういうようなこともあるんで、やっぱりそこは野党第一党としてもやっぱりこうちゃんと一本筋を通したということでやっていくということかと思います。まあ、これもね、まあ、話せばキリがないんですけれども、まあ、この辺でちょっと一旦この話を終わらせていただきますけれども、ちょっとこれ藤原さんにですねお伺いしたいんですけれども、以前ある方と非常に緊密なる関係を築いてましたよね。あの方ですか？あの御仁、はい、まあ、2連ポスターまで作りましたから、ね、ですよね、で私もあの2連ポスターを見たときに、あ、これが本当に密密関係かなと。あの2連ポスターっつっても、はい、あの公選法の用の3連のあれじゃなくて、はい、別にソロポスター出せる時期に、はい、もう顔がこのぐらい接近した2連ポスターを作って、インパクト重視で。なるほど。でそのぐらい仲良くて、でそれプラスお互いを鳥に見立てた気持ち悪いイラストを作って、その2連のぼりも作ってたぐらい仲良かったですね、あの方と。あの方と藤原さんは直接お会いしたことあるんですか？うん、あります。あって1回だけあります。1回だけやって意気投合しましたね。1回で意気投合して、うん、2連ポスター作って、のぼりも一緒のものを作って、うん、ところがですよ、今絶好中です。絶好中です、うん、で何て言いました藤原さん？藤原さん浪人ですよね、今ね。私浪人ですね。かたや代議士ですよ、ね、で大臣経験者です。大臣経験者ですよ、うん、河合さんね、あの旧知の、もう当選同期ですしね。ですよね、はい、その方が民主党代表選出た時の選対本部長も、ね、私です、はいはい、まあ、その方といえば大体わらマニアの方は大体お察しがつくかと思うんですけれども、うん、原口和弘さん言っちゃいました。言っちゃいました、はい、私たちね、よくターボさんというニックネームをつけてるんですけれども、まあこれちょっと行き違いがあったのか、それ何かの損があったのか、まあいろいろあって絶好中ですね。絶好中ですよ、ね、最後の私の捨て台詞がまたひどかったですね。おっしゃってください。波紋だこの野郎って言ったんですよ。誰に向かってたんですか、波紋だと。大臣経験者大臣経験者に向かって1階の浪人がですよ、はい、波紋だと。波紋だって別に藤原に入門したわけでもないよ。そうそうそう何から波紋するんだ。これ何かちょっと川井さんなんかチンハムしてますね。何かちょっとおかしいですよね。おかしい。これは別に川内さんに聞くまでもなく自分でもおかしいと思います。誰が聞いてもおかしいぞ、うん、おかしい。それはただ、うん、ただね、うん、最近いろいろとやっぱりこう藤原さんも、うん、やっぱりこう原口さんのね、いろいろこう、うん、X のね、うん、そういうようなスペースとかをですね、うん、こう聞きたいんだけれども聞けないということ、ボタンを押せない。この1でも押さないんですけど、うん、絶好中なんで。絶好中、うん、ただね、うん、絶好っていうのも損があって、ボタンの掛け違いがあって、うん、ボタンをもしね、ちゃんとこう上からね結びつければ、うん、仲直りできんじゃない。いや、こっちが絶好宣言したときに、はい、普通だったら向こう大臣経験者で、はい、こっちただの浪人ですよ、はい、ただのスロー人ですよね。で無視すりゃいいものを、なんか YouTube かなんかで、はい、いや、なんかそうやって言ってきた人がいるけども、はい、彼には義理人情何が節がないとか言って、なんか涙目でこうおっしゃってたんですいや私も見ましたけど、でもね、いやそれはね、でもね、私が間に入りましょう。だって原口一博さんはそれこそね、私センター本部長もさせていただいたし、で義理人情を何や節が誰よりもある人じゃないですか、この人だから。それはね、間に入ってちょっと原口さんともう一回ですね、
もう一回あの入門してくれと正式に入門してくれともう一回杯を交わしてくれと、はいはいはい、やった方がいいですね、はい、でもこれ藤原さんね杯交わしたからには、うん、ね杯をねパーンと割るんじゃないしにしてこう懐にほってるだけなんですよ。いやいや、まあ、それそうなりますよね、薬剤映画では。そうですよ、あのほら先ほどね交わしたなんてバトルルワイヤル深作欣二さんですよ、はいはいはい、深作欣二さんを擁護されて、うん、結構あれもニュースになりましたよね。いやいや結構あの叩かれたんですけど、僕はあれすごくなんかあの今の現代の世相とかね、はい、あるいはしかしそのもう生きづらい世の中の中で一生懸命もがき苦しむ人々のその姿というものをですね、象徴的にやっぱり日本の映画ってそういう映画多いじゃないですか、はい、七人の侍とか、まあ、ゴジラもそうかもしれないけど、あのバトルロワイヤルも日本を象徴するある一つの名作としてね、私は人々に語り継がれて良い映画ではないかと思っていて、でそういう意味では何て言うんでしょうか、あの時あの原口さんもバトルロワイヤル擁護してたような気がしますけどね。ということは、まあ、バトルロワイヤルつながりということと、うん、一回ね藤原さんが兄弟杯をね交わしたいと仲介にね川内親分がね入ろうじゃないかとありがたいお言葉じゃないですか。それを受けて藤原さんいかがです？いやまずあの波紋だって言ったことは謝りたいと思います。あの正式これあのねもう繋がってますんで、ええ、きっとあの原口さん見てるかもしれない。いやまず見てると思うんですよ。まずじゃあね、ええ、カメラに向かって、はい、深々とね、深々と謝罪したらどうです、まずあの暴言をお詫びします。原口さんごめんなさい、うん、いやもう見事ですよ。いや確かに、ね、そのとっさに出た言葉なんです。はいはいはい、波紋はないですよね。だって別に入門してないんだ。入門してないのに波紋もないでしょ、うん、だからあれはダメですよ。いくらなんでもダメですよ。それ自分が言ったんですよ。いやとっさそれしか出てこなかったんですよ、頭きて、うん、だからよくよくね、あの天にねプッやったら自分のことで。そうそうそう、だからやっぱりそこは反省しなきゃいけないですし、まあ、それに対してまあ滋賀にもかけず何も無視することもできたのに、義理人情なにわ節っていう言葉は嫌いだけど彼には義理人情なにわ節がないとまで言ってくれたってことは、まあそこはね、ね、いやいや原口さんめちゃめちゃあったかい人ですからね、あのすごくあったかい人なの で、うん、でもそういう意味ではあのこう我々と同じあの、はいはい、雰囲気ですよ。今お付き合いとしてはどうなんですか。もうしょっちゅう、はい、話はしますし、はい、あの結構あの危ない方向に行きがち、まあ、危ない方向っていうかあの、まあ、様々な情報圏からですね、情報を取ってそれを広くあのみんなに伝えようという努力をされていらっしゃるのでですね、はい、あのその幅広く情報を集めてらっしゃるところに全てにおいて川内さんが共感しているわけでは必ずしもないということですね。まあ共感というよりはあのそれは私も一人の人間としてね、原口さんから発信される情報を、まああのあこれはそういうことなのか、いやでもこれはちょっと疑問だなとか、それは一人の人間としていろいろあの取捨選択はありますよ、ね、ああ取捨選択はあると、はい、じゃあ取捨選択しながらでも付き合いはできる。あもちろんですね、もちろんです、はい、まあ私はあのまずお詫びから入ってですね、あの川内浩さんに仲介の労を取っていただいてちょっとあの仲直りしていただこうかなと思いますね。まあそれでね、はい、お三方で、ね、あの飯を食べて、ね、腹を割って話そうじゃないかと、腹を割って話そうと、腹を割っ て、ね、割ってそこでね、はい、涙の手打ちですよ。ああなるほど。それをねあの動画でこうアップしますから、まあ、このそれも動画当たり前です。それこそそれを動画にしないで何を動画にするんですか。あわかりました。これわらマニアがね待ってますから、まあ、多分今日、はい、一番いろんな人がこう物議を醸したのが今の話題だったと思いますね。おそらく今怒ってる人喜んでる人画面のね奥では、いろいろな人間模様がですね繰り広げられてます。いやまたあいつまた言ったとか言ったとか、うん、なんかもういろいろあると思いますね。よく言ったっていう人もいるでしょう。賛否両論ですよ、ええ、でも、ね、藤原さんはもう腹を固めた、うん、で川内さんがねいやいやもうね私が間に入ろうじゃないかと、うん、これはもう手打ちだと。
いうことで、どっかでね、あのお三方でお会いしていただいて、まあ、早々にお願いします。早々に、はい、もうこれ、宗派と受けていいですかね。九州行きます。あ、ぜひぜひぜひ。あ、もう、はいはい、九州も佐賀、鹿児島ツアー決定ですな。はいはいはい、まだ九州だって行ったことないんですか。あ、いや、この間行きました。あ、はい、そうですか、はい。ある刑事事件で行きました。ある刑事事件で。ね、はい、もう一つ顔の方で行きましたね。はいはいはい。ということでですね、原道さん、これを見ていればですね、藤原さんの気持ち分かっていただけるかなと思います。義理人情なにわ節、義理人情なにわ節が大事だということでですね、はい、時間もですね8時前この話が最後、 あっという間にもう時間で、はい、最後の話が原道さんの話でですね、いやいやいや、いいじゃないですか、いい、はい、もう感動のですね、フィナーレを迎える。最後このシナリオ、ね、シナリオにはですね、ハンドインハンドでね、締めようじゃないかとね、ハンドインハンドということで、これやっぱりこう最後は川内さんと藤原さんでですね、こうこのカメラの前でこう熱いですね握手をしていただいて、感動のフィナーレ、もう感動の前の話題があれですからね。そうですよ、いや、義理人情の義理人情の何話節ですよ、はい、ついに出ましたよ。いや、もう川内宏さんが来てくださったおかげで一歩前に踏み出した点が、ね、まあ、消費税のこともそうですし、いやいやいや、原口さんのこともそうです。鳩山さんのこともそうです。鳩山さんの話からね、はいはいはい、消費税、ね、最後は原口さんっていうね、もうなんか、なんか目頭が熱くなるようなストーリーですよ。笑ってるだけじゃないですか。いやいや、本当ですよ。はい、じゃあ最後にですね、はい、じゃあ、フィナーレということで、はい、握手をしていただいてですね、はい、それで、終了と。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも。じゃあ、頑張りましょう。どうぞ。あ、どうもありがとうございました。いいですか。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうもお二方、どうもお疲れ様でございました。ありがとうございました。反応されるんだろう。結構危険なことや。